ウィルフィークオリティ、okay、テンション上がりすぎて次の段階忘れるってやつ。でもめっちゃかっこよかったまあ ね、ありがとうございます。煽りもすごい、ね、みんながね乗ってくれたのが本当に、うん、めっちゃ聞こえたそうだ、というわけで、はい、気を取り直してルートの方でね、はい、次は行きたいと思います。そうだ、この衣装着てたから次ルートって覚えとかなきゃいけないそうだよ、はい、ルートです。というわけでね、じゃあルートの曲ね一緒に盛り上がっていきたいと思います。それでは聴いてください、おたあめとレモンキャンディ。こんなに君が好きなのに、こんなに思ってるのに、もう涙が出ちゃうもん。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。さあ、いくよ。ダイヤ、ファイヤー、ダイヤ、ファイヤー、ダイヤ、ファイヤー、ダイヤ。ねえねえ、今日もそば行かなのね。Yeah.
じゃあタルトちゃんにお願いしよう。はい、せーん、あ、私たち、はい、私たち、せーの、ルードニーゴッパーです。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介いきましょうか。自己紹介、はい、いちごタルトです。さっきやったね。さっきそう、なるほど、ね、2回目です。じゃあ私は普通にやるよ。どうぞ。はい、単発の歴史女子、あなたのハートいくよ、いったりょう。ありがとうございます。ルートニューホーパーの特攻隊とミルフィです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もうお前のなんで異様に目立つんだ。めっちゃ通る。ザーってくる。ザーってくる。ドストレートにいきました、うん、はい、というわけでルートの方もね、こうやってライブの方させてもらったんですけれども、はい、いやはや私も誕生日かとびっくりしましたね。うん、早い。まだまだ早いけどね。今日身長差すごいんだって。今日ね、これはこれね、今日あのこの後もうソロでまた着替えするので、ちょっと省略のためにちょっと高いんだね。ちょっと高いんですよ。イタリアで買った靴です。かっこいいよね。マウント取ってるから、さっきからね、事務所でそれでマウント取ってるから。これイタリアだ、これイタリアだ。イケイケや、かっこいい。イケイケでございます。そう、横ねバラになっててね、めっちゃかっこいい。でも安かったの、これあの日本円で2000円ぐらい。安っ。びっくりだよ。そうだからね、そう、ちょっとかっこいいから買っちゃったんですけれども、めっちゃかっこいい。もうというわけで、そう、私もね、あの、まあ、19歳にそろそろなる、まあ、今日じゃなくて明日。そうだね、明日がリアルだね。そう、明日がリアルですけど19になるということで、いやもうおめでとう。明日今欲しいけど、今も欲しいけど、一応今も欲しいけど、明日も会うときみんな一応言って、明日も頼むわ。そうだからね、昨日の天気も含めれば3日間連続で会う方もいるので、そう、ルートやったらね、3日間会うの私なんよ。あー、そうかそうかそうだね。2日連続取るとじゃあ1日空いてのみかんちゃう。そうだね。そうそう、3日間ぶっ通しでは私っていうことでね、これはなんか、うん、いいタイミングだったなと。よかった、2日もお祝いできる、ね、そう、お祝いできるからありがとうございますということで、また、まあ多分後でも話すと思うけど、また今年も1年間19になるミルフィーのことをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、OK、 じゃあどうした、久しぶりでなんかおおって思ってます。面白いな、本当に。まあサクッと次の曲いきましょう。はい。それではじゃあルート次の曲聴いてください。真顔の天使。Oh, my God.
ありがとうございます。次やったら来て、ね、というわけでさあルートの曲そういえばねこれで最後だったんですよ。言うの忘れた。ごめんねごめんね。でもこの後本当に次闇パン出てくるから本当に次闇パン出てくるからそっちでもね盛り上がっていただければと思います。私はまた準備があるので一旦停止いたします、ね、というわけで以上私たちせーのルート2